アビアーノは、イタリア共和国フリフリベネツィアジュリア州、ポルデノーネ県にある、人口約9200人の基礎自治体。アメリカ空軍のアビアーノ空軍基地が所在する。標準イタリア語以外では、以下の名称を持つ。ポルデノーネ県西部のコムーネで、西にベッルーノ県と境界を接する。アビアーノの町は、 県とポルデノーネの北北西約1 3トル、ベル,ルーノの東南東約2 9トル、ベネツィアの北北東約7 3トル、州都トリエステの北西約1 0 3キロメートルに位置する。ポルデノーネ県外略図隣接コムーネ隣接する、コムーネは以下の通り。括弧内の BL はベル,ルーノ県所属を示す。広域行政組織である山岳部共同体。 フリウーリ西部山岳部共同体に属する。アビアーノには以下の分離集落がある。アビアーノの町から北西7キロメートルのドロミティ、山中、海抜1267メートルの地点にあるピアンカバドはスキーリゾートとして知られる。この地域には紀元前186年にローマ人が進出したが、それより以前に人々は暮らしていた。 現在のアビアーノの町には10世紀に人々が暮らすようになり、商業の中心地として発展した。アビアーノは1420年までアクイレア総大司教領の一部であり、それ以後はベネツヤア共和国の影響下に置かれた。1797年のベネツヤア共和国の滅亡後はオーストリア、ついでナポレオンの統治下に置かれ、ウィーン会議を経てロンバルド・ベネート王国に組み込まれた。 1866年、第三次イタリア独立戦争の結果としてアビアーノは、イタリア王国に編入された。1911年、イタリア王国によって、アビアーノの町の南方に飛行場が建設された。アビアーノは、イタリアにおける航空の要澜の地である。第二次世界大戦の終了後、アビアーノ空軍基地には、アメリカ軍が駐屯している。 1954年にはイタリアとアメリカの間で基地の使用に関する協定が結ばれ、1955年からは在欧アメリカ空軍のイタリア方面の司令部がウーディネからアビアーノに移された。アビアーノ空軍基地は戦闘機部隊の重要な基地として機能した人工水位アビアーノ駅。ありがとうございます。